ポケットモンスターオーディオドラマ夜の桜木パーク。よし、今夜も桜木パークの見回り張り切っていこう。おいおい、サトシ、大声出したらみんな起きちゃうだろ。あ、そうだった、ピカチュウと猿のりもな。行こうぜ、ゴー。あ、みんなぐっすりだな。うん、ポケモンが寝てる姿って野生だとなかなか見れないから貴重だよな。ライチュウとバオップ、ヒアップが一緒に寝てる。かわいいな。この音は。あ、インテレオンだ。おい、サトシ。インテレオンはシャイだから夜中に一人で特訓してるんだ。だからそっか、行こう。これでだいたい一周したかな。異常なしっと。今の確か上の方から、あそこだ。ゴロン、あんな崖の上で寝ることもあるんだな。うわ、寝返り打っちゃダメだって。起きろゴロン、落ちるぞ。行かない行かない。こっちに来る、逃げろ。ゴローンは水が草の上で寝てるよ。たくもー